でもどうでしょう、技術的なことじゃなくてやっぱり海外遠征っていうのは、はい、気分的にリフレッシュするっていうか、それとも忙しすぎちゃいますか？この間は忙しかったんですけど、いろいろロケとかあって、その前の時はやっぱ、やっぱ勉強になりましたね。はい、それをなんか活かせてないような気がするんですよ、三田悦子選手は。パートナーがいるじゃないですか、メキシコ遠征行く時は、はい、ですから、三田選手のように、北斗晶という大先輩と言っちゃった場合はね、サーキットの仕方が違うでしょうし、はいはいはい、でも修行っていう意味は強かったと思いますよ。そうですね、山田選手と、井上京子選手が行った場合はどっちかっていうとサーキットだったじゃないですか、はい、三田選手の場合は割と修行のために行ったというような、で北斗選手についてったというような印象があるから、はいはいはい、まあいい経験にはなったと思うんですけどもね、はい、みんなが三田選手を伸び悩んでるとか、はい、メキシコ遠征が生かしきれてないっていうのは、それは三田選手の持ってる資質っていうんですか、はい、多大な評価を与えているから、は歯がゆいと、あ、はい、大きいし、はい、ね、身長があるし体もあるし、うん、どっかおとなしいのか何なのか、おとなしいっていうか、まあお嬢さんって言っちゃおかしいですけどね、ちょっとおとなしめのところはありますよね。入門の頃からそうでした？そうですね、やっぱりちょっとおとなしかったですか？おとなしいですね。だ今みたいな噛みつき攻撃とかそういうところからなんか突破口が開ければなぁと、今のところまだ頭上賢いだけで終わっちゃってるという感じで、もっとスケールの大きい人ですね。でも体の小さい、体の大きい人って割と気がちっちゃい人多いですよ。そうなんですよね。ね、割とね、いじめられっ子っていう学校の中のそうですよ。でもこの子は金髪に染めたということだけでもすごい勇気がいったんじゃないかなと。似合ってると思いますよ。マッチしてますよね。ええ、水着といい。マスクも本当非常にいいんですよね。声があんま聞こえないっていうような、はい、声を出せっていうのも全日本女子のモットーでしょ。そうですね、でも声出すと気合入りますよね。気合入ります試合中。自分はそうですけど、ああ今の動きでね、シンティアが空中殺法ミスっちゃったって感じのところあったでしょ。一箇所やっぱりあそこがルチャーと全日本女子スタイルのちょっと落差があっちゃって、やはり最初に習ったレスリングが体の中に染み付いてるところあるでしょ。逆に言えばどこまでそれを捨ててもう一回一から学べるかっていうことですかね。せっかく習っても捨てる必要はないから、どうやったら一番いい和洋折衷ができるかってことじゃないですか。まあ若い選手には非常に難しいことかもしれないですけどもね。今の場外戦なんか山田選手から見てどうですか？もっと迫力不足ですね。もし自分がヒールだったらもっと、ああなるほどね、ヒールやってみたいっていう気持ちはやっぱり。でもメキシコでヒールやったんですけど、うん、最初はなんか戸惑ったんですけど、なんか気分いいですよね。気分いいですかやっぱり。ぜひ日本でもやってみたいと。ああ、たまにはいいかもしれないですね。まあ井上京子選手みたくね、一応立場的にはヒールだけどっていう選手もいるんですけども、はい、そういう感じでやってみるのもいいかな。はい、選手は何でもやるですもんね。でもね、はい、井上京子は 何でもやるから何でもやっていうのちょっと聞こえは悪いですけどもね。何でもやっていうか、まあ割と新日本でいうと長谷博士選手とかね、はい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 、本当に博多の会場よく沸きますよね第一試合から。そうですね、でも、うん、ちょっと正直言っちゃうと三田とシンティアが引っ張り切れてないっていうような気もしますね。こういう些細なことでも湧くんですよね博多のファンっていうのは。でも1年半ぶりですからね、全日本女子に飢えてたというか、はい、待って待って待ち焦がれたものを見てボーンといきなり爆発しちゃってるのかもしれないですね。そうですね、また東京から離れてる分、はい、先に情報ありきですから、そうですね、先に情報を頭に入れといてからね、生のプロレス見るから割と湧きたくて待ってるっていうか。そうですね、待ってましたけど、何かあったらドッと行くという。今のシンティアのゲブラーダは素晴らしいと思いますけどね。
ブラッカーの花も綺麗ですね、うん、こういうのはやっぱり磨きをかけていくべきだと思うし、うん、よくあの全日本女子サーキット長いでしょ、はい、で東京に帰ってきて2日ぐらい休みがある時ありますよね、はい、そういう時みんな自分で時間別に合同練習はないんでしょ。もうないですね、うん、ですから道場に行く人は自分が練習するために一人で行くと、はいはい、割といませんかこの人シンティア。自分は行く時間帯が多分合わないんです多分。なるほど。という位置に終わってしまう。あっという間に川北選手とりあえずまあここは実力通りって感じですね。そうですね、まだ、はい、三田悦子とシンティアの間に多少の実力の多少じゃないでしょうね、ちょっと開きあるまだ開きあるかなという感じでした、はい。試合を終えたばかりの三田悦子選手です。今日は会心の勝利と言ってよろしいですね。あ、でもやっぱいくらメキシコに行ったって言っても向こうはずっと向こうでやってんだから、モモサルトとか回転門がすごい、もう不意を突かれてばっかりいたんで、最後もやっとあの状態に行けたっていうか。最後の飛行機投げはまあ狙ってたフィニッシュということ。結構相手もそんな体が大きい方じゃないんで、混ぜれば混ぜられました。ちょっと疲れてたからね、思うようには回らなかったんですけど、あれでホール取れちゃったんで、嬉しかったです、まあ、よかったってことですね。最近あれでホール狙ってるんですけど取れないんで、